86番プロフィギュアスケーター安藤美希です。小さい頃から家族みんなで見てた番組っていうのもあったし、特に祖母がすごく大好きでいつも一緒に見てたので、ただ現役中はやっぱり出たいって言えなくって、うん、去年見た時にやっぱり出たいなと思ったので、プロフィギュアスケーター氷上のプリンス小林浩勝35歳。さあシューズを手渡したのはジュニア時代からの友人安藤美希です。今日の目標とりあえず去年の浩勝超えルール違反しないように一回松田さんのところに練習をさせていただきに行って、すごいイメージトレーニングとかコツとか教えていただいたので、松田さんに伝授していただいたものを全て発揮できるように、はい、頑張りたいなと。いつも氷の上で演技をしているのが本業なんですけど、この陸の上でアスリートとして、どこまでサスケ挑戦できるか楽しみながら、もちろんクリアを目指して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。日向坂46の東村芽衣です。よろしくお願いします。東村さん、はい、いよいよサスケ始まりますが、いかがですか？はい、ここについて実際のセットを見てすごいドキドキしてるんですけど、頑張りたいと思います。メンバーのみんなもすごい応援してくれて、今日も T シャツにみんながコメント書いてくれて、みんなの力も一緒に頑張ります。いろんなアイドルグループさん出ると思うんですけど、私は日向坂代表として来ているので頑張りたいと思います。はい、松田さんのお家のセットで練習させていただきました。あ、言えるね。
そうなんです。なんかサスケに出るのが夢ですって言ってて、今回出演させていただけるって聞いてすごい嬉しくて、はい、夢が叶って嬉しいです。頑張ります。29番乃木坂46の佐藤楓です。よろしくお願いします。いよいよサスケ始まりますが、いかがですか？はい、なんか正直まだ、なんだろう、緊張感がまだなくて、なんか今日本番、本当に本番かなっていう実感がないんですけど、なんか逆にそれがいいのかなって思う。変に気負いすぎるよりも。でもなんかいよいよここに来たんだなっていう、年末いつも見てたので毎年、なんか自分がここにいることがまだ不思議です。乃木坂を背負っても、はい、いかがですか？でも何だろうな、乃木坂としてでも他のグループさんにも負けたくないですし、乃木坂でサスケ出るのって初めてだと思うので、乃木坂にもこういう子がいるんだぞっていうのを皆さんに知ってもらえたらいいなって思います。メンバーの方から連絡とかですか？でもなんか結構直接頑張ってねっていう声は結構同期からとか先輩からもらいました。具体的に誰から？誰から？結構でも同期が多いかな。梅澤美波ちゃんとか坂口智美ちゃんとかから、みんな頑張れって言ってくれて、結構圧倒されましたね。なんかこんな雰囲気なんだっていう。でも結構なんか応援席でもみんな応援してたりして、なんかそんなピキンってした空気ではなくて、結構温かい空気で、なんかやりやすそうだなとは思います。なんか地味に落ちるのがちょっと一番嫌なので、ドラゴングライダーまでできれば行って順坂で掴んで派手に落ちたいですね。サスケ2021初出場なんですけど、行けるとこまで頑張ります。ブロンハローサスケ。どうもサスケ大好き YouTuber ヒカキンです。よろしくお願いします。ゼッケン30番です。ヒカキンさん、いよいよサスケ当日の朝を迎えました。はい、今のお気持ちいかがですか？ちょっと緊張してるんですけど、ただやっぱりこう全国のファンが見てくれてると思うんで、もうなんか1個目2個目とかで絶対落ちないように、本当にガチで真剣にいきたいと思います。おそらく多分初回からもうずっと見てて、ほぼ全ての回を見てるので、で昨日もあの以前の、動画とかちゃんとチェックしてきてるので、そんな簡単に落ちないと思います。まあ本当にそのサスケオールスターズと言われてる皆さんはもう皆さんのあの活躍すべて見てきたんですけど、やっぱりレジェンド山田勝美さんに一番ちょっと尊敬してるかなと、はい、思います。落っこちたらみんな子供たちに泣くと思うんで、あの奇跡を起こせるように本当に真剣にもう本気で頑張ります。怖いって思うと、中途半端ななんか力になっちゃうと思うんで、いやもうそんなことは知らんということで、思いっきり突っ込んでいけたらいいなっていう感じで、だから立ってみないとやっぱ空気とか分かんないんで、まあちっちゃくならずに思いっきり頑張ります。あ、3キロやぞ。いや、すごい、はい、でも3キロで全然動くあの前回投げ銭ありがとうございました。あ、いえすごかったです。いえ、ありがとうございます。今回も頑張ってください。あ、頑張ります。ありがとうございます。YouTuber ヒカキン、 YouTuber 代表だと思って必ずいい結果残します。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。